それでは鳥取大学の中山が発表させていただきます人物を対応づける新しい特徴として身体動揺が注目されています身体動揺とは人物が意識的に静止しても発生する体の微細な動きのことですこちらの動画は頭上カメラを用いて身体動揺を観測したものですこの身体動揺を用いることで 既存研究では、立ち止まっている人物において高精度な人物の対応づけを実現しています。ただし、実環境で人物を対応づけるには、様々な変動について考慮する必要があります。身体動揺を計測する際に精度を低下を招く変動について考えてみます。例えば、服装によって人物の見え方が変わったり、カバンなどの所持物や、姿勢によって体が傾いたり、 革靴などの履物によって体の重心がずれることにより揺れが変化すると考えられます。本研究では履物の変動について注目します。履物のみに注目しても履物には様々なものがあります。履物の変化を表すパラメーターとして、かかとの高さや足首のつつたけの長さ、靴底の厚みなどが考えられます。今回は高さに注目しました。 理学療法の分野には、履物が身体動揺を与える影響に関する既存研究があります。これらの研究では、履物の高さに注目して取り組んでいます。履物の高さが大きくなると、揺れの幅が大きくなることが報告されています。また、履物の高さが大きくなると、揺れの速度が速くなることも報告されています。ただし、既存研究では、履物の高さが認識精度に与える影響を調査したものではありませんでした。 そこで本研究では履物の高さによる認識精度の変化を調査します低い履物を履いた時と高い履物を履いた時のように異なる高さの履物を履いた人物の身体動揺を観測し人物対応づけを行います人物対応づけを行った結果認識精度が低下することを確認しましたそこで認識精度が低下する原因を調査するために 吐き物の高さによる身体同様の軌跡の変化を可視化します。可視化の流れとしては、頭上から撮影したカメラ映像から、人物の頭領域のシルエット映像を生成します。生成したシルエット映像から頭領域の重心位置を求めます。その後、映像の開始時刻から終了時刻までの重心位置をプロットすることにより、身体同様の軌跡を可視化します。 動いている赤い部分は身体同様の動きを表し、灰色の部分が身体同様の軌跡を表します。身体同様の軌跡を可視化した具体例がこちらになります。例として人物 A と人物 B の身体同様の軌跡を示します。左が低い履物を吐いた時の身体同様の軌跡で、右が高い履物を吐いた時の身体同様の軌跡になります。 高い履物にはかかとの厚さが3.5センチのインソールを挿入しています。図の縦軸は前後方向の移動量を示し、図の横軸は左右方向の移動量を示します。人物 A では低い履物の軌跡の幅に比べて高い履物の軌跡の幅が大きいことがわかります。同様に人物 B でも低い履物に比べて高い履物の方が軌跡の幅が大きいことがわかります。 これらの図より低い履物に比べて高い履物の軌跡の幅が大きい傾向が見られましたそこで軌跡の幅の変化を目視だけでなく統計的に差が見られるかどうかを検定しました低い履物と高い履物との間で身体同様の軌跡の幅で分布を比較しました検定には実験協力者22人分のデータを用いました軌跡の幅は先ほどは左右方向のみでしたが 前後方向の幅についても検定を行います。左の図に、奇跡の前後方向の幅と左右方向の幅を示します。この奇跡の幅について、ウィルコクソン符号付き順位は検定を適用しました。右の図に、奇跡の幅の平均の比較結果を示します。前後方向と左右方向の両方で、低い履物と高い履物との間に優位さを確認しました。 このことから身体同様の軌跡の幅は低い吐き物と比べて高い吐き物の方が大きくなることが分かりました。ご清聴ありがとうございました。